株式会社郡上リビングサービスは1958年昭和33年の創業から企業活動を通じて地域社会に貢献していくを企業理念に、水道浄水場の維持管理、下水道施設や浄化槽の維持管理や地域の一般廃棄物処理など生活環境保全と公衆衛生の向上に貢献しています。それでは主な業務内容についてご紹介します。浄水場の維持管理を行っている浄水課では、生活に欠かせない水道水の安定供給のため、各浄水場施設、機器の点検や管理を行っています。市内の下水道施設の維持管理、浄化槽の点検を行っている水道課では、流入水質、処理工程、処理水質、機械設備などの状況を常に把握し、適正な運転管理や保守点検を行っています。この快適な生活環境を支える上で重要な汚水処理施設などの適正管理は、本社に設置された分析室で行う水質調査、分析などを通じ、自然および人間に与える水質環境への影響にも配慮しています。地域周辺の一般廃棄物収集や浄化槽清掃の維持管理を行う環境課では、市からの委託により集積所からリサイクル品を収集するほか、店舗・事務所から出る事業系一般廃棄物の個別収集などを行っています。株式会社郡上リビングサービス水道課所属の住田拓人です。仕事の内容としましては、下水の処理施設の維持管理を行っています。やりがいとしては、自分の、予想通りの設定を行ったときに水がきれいになったとき、やりがいを感じます。今後の目標としては、自分はまだまだ知識不足ですので、知識を深めていき、少しでもきれいな水を長良川に放流できるように日々努めていきたいと思います。代表の松島です。リビングとは、生存、生活、生きているという意味があります。私たちは郡上の生活サービス技術集団です。生活環境の保全、公衆衛生の向上、それが私たちのミッションです。株式会社郡上リビングサービスはこれからも、自然を生かし環境を守る活動を通じて地域社会に貢献していきます。